はい、ナベさん、ボラのですね、先行予約おかげさまで7月末で終わったんですけども、はい、すいません、僕のミスですね、あのボラの MX の100ml が注文できなかったという言葉をですね、皆さんから多くいただきまして、あのちょっと期間延長させていただけたらなと思うんですけど、いいでしょうか。どうぞ。はい、あのこれ僕も悪かったかもしれませんけど、まあ多分ほとんどの人がこっち、まあこれ、まあ、色がいろいろあるんですけど、うん、まあこれが一番あの高温用というか、その今のあの暖かい時用の雪用の、はい、あのこれ 250ml なんですけど、はい、まあ これだけでいいかなっていうふうにあの思ってたんですけど、はい、いやところがどっこいって感じで、はい、いやこれしか扱ってないんですかみたいなことを言われちゃって、うん、はい、いやそうじゃないんですけど、まあ、とりあえず別にできんことはないですって言って、まだ今こちらからもオーダーしてるとこなので、はい、っていう話で、まあ、ちょっとこれ物が違うんですけど、うん、このタイプの、あの、うん、要はこの今の 100ml、はい、これ 250ml、はい、というのと、ちょっとこれ、これちょっと違うんですけど、はい、サイズはこの大きさですよね、はい、うん、この大きさのもので、これを、はい、もう売りますので問題ないですというところです。わかりました。あのでそれちょっとあの、まあ、こぼれちゃったっていうか、その今の、うん、あのまあ、これもいけますってことを言わなかったので、はい、まあ、これだけでいいかなっていうふうにこちらも勝手に思ってて、はい、すいませんでした。あのすいませんでした、はい、本当に。で、まあ、これもいけますので、まあ、とりあえず1回10日でまず切らさせてもらって、そうですね、8月の10日までちょっと、そうですね、はい、あのまあ、この 100ml ももちろんオーダーできますし、他のものもオーダーできますの です、ね、ちょっと10日まで延長させていただくので、はいはい、もしちょっと興味あればですね、そうですね、オーダーいただければと思いますし、ちょっとお試しみたいな大きさになりますけど、そうですね、はい、まあ、これが4000いくらでしたっけ、はい、という感じだと、そうですね、 MX の方だと4000いくらですね、はい、で、あ、すいません、これじゃないです、はい、あのこの大きさです、はい、あのこれはちょっともう少し高い方なので、はい、ということです、はい、ありがとうございます、はい、あの相談のところは LINE の方で気軽に、結構あの、ね、鍋さんのね、ここのスキー場行くんだけどどれがいいですかって相談いただいてますので、はい、そうです、そうです、はい、あのまあ、結構今寒い時用のものを、まあ、もし分からなかったらご質問いただければ結構なので、うん、まあ、寒い時用のものを使っていただければ、あのしゃびしゃびの雪でも使えますっていうことを言いながら、うん、ちょっと、まあ、ワンラングずつ固めのものを売ってますというところです、うんうん、まあ、そんな、まあ、それがちょっとヒントなんですけど、はい、また分からなかったら聞いてください、はい、お気軽に。分かりました。じゃあ詳しくはですね、 YouTube の説明欄に記載してありますので、はい、ぜひご覧ください。よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。いつも YouTube のご視聴ありがとうございます。これからもですね、どしどしと YouTube のコメント欄にご質問いただければ、また私なりに答えていきますので、よろしくお願いします。スキー・スノーボードへの疑問を YouTube で回答します。スキー・スノーボードのメンテナンス方法や板やブーツの選び方や体作りなど、どんな些細なことでも気になることがありましたら、 YouTube のコメント欄に質問をお寄せください。今後も定期的に動画をアップしていきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。春日井のチューンナップ専門店パワーズです。この今のスキーができない、スノーボードができないこの時期にですね、板、これで大丈夫ですかっていう診断をしてますので、気軽に来ていただければありがたいかなと思います。あの無料で診断してます。その時に持ってきたら出さなくちゃいけないとか、チューンナップへってこともないので、まずはあの、まあ、面倒ですけど、ご面倒ですけど、まずはその板の状況どうなの、どういうことすればいいのって、で今自分が持ってるものであのこれはできるのとかっていうことも含めて、あの、まあ、持ってきて気軽に持ってきていただければありがたいかなと思います。